はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時をちょっと回りました。5月は2日の火曜日でございまして、日経終わってますね。まあ結局34円高、動きなしですね。ドル円は 137.603 とですね、まあ円安で、安定している感じでして、香港ハンセンはプラスに戻しましたね。プラス55です。あと1時間半ぐらいやってるはずですね。その他も大きな動きはなしですね。はい。はい。ドルウォン。小幅に忙しいですね。1339.52 と。はい。この1340にこだわってる感じが見えます。本題いきましょうか。本題、CNN でございまして、ロシア軍機シリアで米軍機に空中戦の挑発行為、これは4月30日、2日前の15時30分に出た CNN の記事でございまして、ちょっと読みましょうね。中東などを担当する米中央軍の報道担当者は30日までに、シリア上空でロシア軍戦闘機による米軍戦闘機への威嚇の度合いなどを強める飛行が最近目立ち、近接距離で空中戦を仕掛けるような行為も複数回あったと報告した。米政府当局者は CNN の取材に、米軍機の撃墜を狙った行動とは見られないとしながらも、我々を挑発し、国際的な揉め事へ引きずり込もうとしている可能性があると指摘した。米中央軍はロシア軍機によるこの種の飛行を捉えた2つのビデオ映像も公開。今回18日の映像には、ロシア戦闘機がシリア上空に米国を含む連合国が設定した空域に入り込み、米機に2000フィート、610メートル、以内まで近づく様子が収められた。ロシアは内戦状態にあるシリアで、アサド政権の後ろ盾となっており、軍事介入もしている。米国は過激派イラク、シリア、イスラム国の掃討理由に兵士900人をシリア内に展開させている。うにゃうにゃうにゃと、まあ以下ありますけど貼っときますね。シリアにね、まあロシア軍機とロシア軍シリアの上空でですね、ロシア軍機とですね、アメリカ軍機がですねまあその、まあ、威嚇したわけですね。ロシアから威嚇したとアメリカは言ってるわけですね。まあ、ほんまはどっちか知りませんよ。ただしですね、そのどう言いましょうかね、日本というのはね、すごいところにあってですね、日本のそばにはロシアがあって、中国があって、北朝鮮があって、まあ、韓国もあるわけですよね。で、お互い空域は定めてるんですけども、その自衛隊機がですね、スクランブルって年間何百回もやってるわけですね。最近中国が多いんですけど、で、一旦上がってしまうとね、この戦闘機乗りというのはですね、どう言いましょうかね、まあ、面白がる連中が多いわけですね。だからロシア軍機とですね、ちょっとやるかみたいな感じですね、ドッグファイトもどきのことをね、イエーイとかで、ね、やったりすることはですね、昔はよくあったというふうに私は聞いております。で、今でもやってんのかどうか知らないけど、ね、お互いロックオンとかってやったりして、俺って勝ちやとか言って、で、まあ、またなとか、ウィーとか、お互い帰るわけですね。日本とね、アメリカ、日本にはですね、アメリカ軍の空軍基地があります。横田、東京の横田なんて、赤丸キラレはアメリカ空軍の基地ですね。岩国も確かそうやったと思いますけど、三沢もそうですね。厚木にあるのは、あれは海軍ですね。海軍の航空隊の基地ですね。で、まあ、いろいろあるわけですよ。アメリカ軍の基地もですね。
とそう言いますとですね、アメリカ軍と航空自衛隊が共に使っている基地なんていうのがございまして、三沢なんかそうですね、岩国もそうやったかな、ですとですね、日本とアメリカのですね、戦闘機乗り同士もですね、戦闘機乗り同士ってお互いなんて言いますか、こう親近感があるらしいですね。よう知りませんけども、私はそういう近しいところで言いませんので、ちょっと一旦上がってしまったらですね、もうそんな知らんやんっていう世界ですね。地上からはレーダーでしかわからない。はい、ちょっとやるかとか言って言うんで、イエーってやったりするらしいですね。撃ちはしませんよ。撃ったらえらいことですからね。そんなこともよくやってると、実際の訓練としてやる場合もあればですね、お互いよってやるかみたいな感じでやってるともあるということで、そんなことがですね、シリアの上空でも起こったのかなという気がしますけど、挑発の度合いですね、空に上がったらね、本当にね、それこそロシア軍機、あるいは中国軍機もですね、自衛隊機もですね、お互い空の主ですから、ね、キャンキャンキャンってやり合ってですね、本当の緊張関係なのか、遊びでやってるのかはですね、よう分かりませんけども、ただですね、どう言いましょう、今のね、ドッグファイト、戦闘機同士の戦いっていうのは、性能でほぼ決まるんですね。昔はね、腕なんですよ。この操縦桿をこう握ってですね、第二次世界大戦は操縦桿を握ってですね、ぐる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 こうやりながらですね、で、後ろにつけついて、機銃でダッと撃つって撃墜するっていう時代はですね、腕が関係あったわけですね。だから、性能が劣る飛行機に乗っていてもですね、腕でカバーして相手の飛行機を撃墜するなんていうことも可能であったんですけども、今はですね、ほぼほぼですね、お互いに持ってる武器、あるいはその探知機、いろんなものの性能、レーダーとかの性能によるわけでして、その腕によってなんとかなるというのはですね、まず無理でしょうね。この前ですね、トップガンマーベリックってのやっててですね、あれで訓練の場面がありますね。ガットリング銃だけでやるんやと言ってて訓練しましたけど、あれ第二次大戦のそのままやと僕は思いました。今はあんなドッグファイターあらへんと。ちょっとね、ああいう風にしたらね、面白くないんですよ、ドッグファイトというのは。だってね、お互いも何十キロ離れててね、ミサイル撃ち合ってね、そのお互いのミサイルの性能で当たるか当たらないか決まるわけですよ。腕関係ないやんという世界ですね、実際のドッグファイトは。でもそれやったらあまりにもですね、こう話にならんわけであって、あんまりパイロットの腕というよりもですね、撃ったミサイル、あるいはそれをこう制御している方の性能、機械の性能というのがありますんで、だって面白くないんで、あれガトリング銃で、ガトリング銃はまあ機関銃ですからね、機関銃の化け物みたいなものですよ、のですね、ドッグファイトの練習演習をしようということでやってたわけですけど、そんなことがですね、こうたとえですね、第3次なんたらって起こったとしてもですね、ガトリング銃を打ち合うドッグファイトがあるとは私は思いませんね。まあそんなにいいんですけど、なんでロシアは盛んにアメリカを挑発しているというふうに書いてありますけど、もしやったとしてもね、勝てるわけないんですよ。ロシア側の戦闘機がアメリカ側の戦闘機に勝てるわけがない。性能にはですね、数値にしたら10倍ぐらいの差があるんちゃうかなという気がしますね。マーベリックはね、トップガンの、あれはね、お互い旧式機を使ってるんですよ。50年ぐらい前の旧式機を。だから、ドッグファイトになるんですよ、昔ながらの。今ね、ガチでね、お互いの最新性能でやろうぜって言って、アメリカ対中国、アメリカ対ロシアとかやったら、あんな風にはならない。絶対ならないです。フィーッとミサイルって終わりですよ。やったーって、帰って終わりですよ。でもそういう状況にあってですね、ロシアがですね、シリアの上空で、仕掛けていると、挑発しているということであって、何の目的でやってるのかよう知りませんけど、実際やったらあんたら負けんでっていう、そんなんね、僕が知ってるぐらいですからね、現場のパイロットも軍人さんもね、みんな知ってるはずなんですよ。だから勝てもせえへんのでですね、非常に強がりで仕掛けてるのかなと。で、これをまた発表したということはですね、アメリカの当局者が発表したということは、
つまり偶発事故の可能性があるということなんですよ。あらかじめこう言っとけばですね、ロシアがちょっと前に踏み込んでんでっていうふうに後でその発表した時も、ああそうなんということになるから、あらかじめ発表してるんですよ。でもロシアが挑発してるってのはまあやるかなと。でもね、お前ら弱いんやと僕は思っています。はい、CNN のこのサイト一応貼っておきますね。皆さんどうもありがとうございました。